すらと決して明るいとは言えない夜間照明が小学校の土のグラウンドを照らしていた。そこに集まった選手たちは思い思いの練習着を着て土ぼこりが舞うグラウンドでひたすらボールを蹴っていた。ここから俺たちは這い上がる。これがチーム発足時から現在も変わることのない SC 相模原の信念だ。2008年2月、全てをゼロから始めることにこだわった望月重義は SC 相模原を立ち上げると神奈川県サッカー協会にチーム登録を行った。所属したのは県3部リーグ。ピラミッドで言えば底辺からの挑戦だった。試合会場は砂ぼこりが舞う、もしくは雨でぬかるんだ土のグラウンド。まさに置かれた環境も対戦相手も草サッカーだった。2010年ひたちなかで開催された全国地域リーグサッカー決勝大会、通称チケツ。その1次ラウンドに初出場。ここで優勝すればついに JFL 昇格が叶う。しかし1次ラウンド第3戦で前半に2点を先制するも、後半にまさかの逆転負けを喫し敗退の浮き目に遭う。クラブ創設後、県リーグでは圧倒的な強さを見せつけてきたが、選手もクラブも全国の怖さと一生の難しさを知る。1敗すればクラブの存続すら危うい。常にプレッシャーと向き合いながら過ごした創世期だった。関東社会人サッカー大会、関東リーグ昇格をかけた一戦。その試合は1対1のまま延長戦に突入。エースの斉藤正樹と森谷圭介の2人の活躍により勝利を収め、戦いの場を関東リーグに移した。2011年、チケツへ2度目の出場を果たす。前年の教訓を生かしたチームは1次ラウンドを3連勝で飾る。しかし優勝候補と目されたチームは決勝ラウンドでまさかの3連敗を喫し、またしても JFL 昇格を逃してしまう。大阪長居第二陸上競技場に試合終了の笛がこだますると、人目もはばからず望月は号泣し、選手たちもまたピッチにうずくまり涙を流した。次こそは。その思いとともにスタートした2012年は、就任した木村哲政監督が規律と一体感をチームにもたらしていく。1次ラウンドこそ2位だったが、ワイルドカードで決勝ラウンドに進み、長崎の地で戦った3連戦では見事3連勝。日本一になるとともに、クラブの悲願でもあった JFL 昇格を勝ち取る。2013年、3度目の挑戦でやっとたどり着いた JFL の初舞台。ホーム最終戦では終了間際に松本裕樹のゴールで勝利。3位で JFL の初シーズンを終える。苦しい経験をしながらも掴んだ一つの結果に歓喜する SC 相模原は、チーム発足からわずか6年で大きく成長を遂げ前進した。2014年、新たに明治安田生命 J3 リーグが創設。 SC 相模原はその初期クラブとして明治安田生命 J3 リーグに加盟。 J リーグ参入を一つの目標に掲げスタートしたこのクラブにとって夢が叶った瞬間だった。2018年2月 J リーグ理事会の承認を経て座間市をホームタウンに追加。そして同年10月、J リーグ理事会の承認を経て綾瀬市と相川町をホームタウンに追加。2018年シーズンをもって川口義勝が現役を引退。現役ラストマッチとなるシーズン最終戦、相模原祇園スタジアムでの試合は過去最高 12,612人の観客を迎えて開催された。2020年シーズン三浦大成2年目、開幕から5戦負けなしの後、前半戦終了時点では2位のロアッソ熊本と勝ち点差12の8位。第17節ガイナーレ鳥取戦から5連勝で4位に浮上。第24節 FC 岐阜戦終了時に3位に浮上するも、その後5戦連続引き分けで4位に転落。
第29、30節と連勝し、シーズン初の2位となる。第31節、3位に順位を落とすが、そのまま3位で迎えた最終節、FC 今治戦に2対1で勝利。2位の AC 長野パルセイロが敗れたことにより、逆転で2位に入り、J2 リーグ昇格が決まる。第16節から19戦無敗、俺たちは諦めないを体現したシーズンを終える。2021年三浦大成3年目、開幕から2分け1敗の後、第4節ホームの大宮アルディージャ戦で J2 リーグ初勝利を挙げたものの、直後に5試合勝利なしで21位まで順位を下げる。第10節ジェフユナイテッド市原千葉戦でアウェー初勝利を挙げ、降格圏を脱する。2021年8月、海老名市をホームタウンに追加。その後、J2 残留を目指し検討を重ねる。しかし、以降は勝ち点を順調に積み上げることができず、J3 降格圏で低迷。最終節で勝てば残留の可能性もあったが、東京ヴェルディに0対3で敗れ、19位が確定。SC 相模原の1年での J3 降格が決まる。 J3 から J2 に昇格し1シーズンで J3 に降格するのは2019年の鹿児島ユナイテッド FC に続き史上2チーム目となってしまった。2022年、 J3 開幕から3試合で6位につけるも、その後順位は低迷。第25節終了時点で9試合を残し、 J2 復帰の可能性も消滅。そこからの5連敗で順位を17位まで下げる。後半戦も最初から6試合勝利なしと低迷を脱することはなく、第32節ではギラバンツ北九州に1対3で敗れ、ついに最下位へ転落。そのまま最下位でシーズンを終える。神奈川県下でプロ野球球団とプロバスケットボールクラブを保有する DeNA が SC 相模原を連結子会社化し、 J リーグに本格参入。元サッカー日本代表で相模原市出身の戸田和幸が監督に就任。クラブが大きな変革期を迎える中、野心を持った新生 SC 相模原が J3 リーグを奮闘中。酒屋でアルバイトをしながら地域リーグでサッカーキャリアを終わらせるかどうか悩んでいた選手。アンダー代表に名を連ねていたにもかかわらず、失意の中トライアウト参加から加入を勝ち取った選手。再度 J のピッチを目指し、働きながらサッカーを続けていた選手たち。 J リーガーになることを夢見てチャレンジを始めた大卒選手たち。 J リーグの監督のキャリア、生まれ育った地からスタートすることを決めた男。森田松沢、藤沼、飛ばした。さあ、寄ってきました相模原。吉武のシュートが決まりました。渡辺の仕事、右足のシュート決まった。栗原、直接狙っていって決まった。石山、右足、強烈なグラスをこぼれている、シュート、逆転、足元で逆転。ここから俺たちは這い上がる。これがチーム発足時から現在も変わることのない SC 相模原の信念だ。